アラスカンクリーカイアラスカンクリーカイトは、アメリカ合衆国のアラスカ州原産の愛観用犬種である。クリーカイトは、イヌイット語で、小さな犬を表す言葉で、この犬種がもともと北方のソリ引き用犬種を改良して小型化したことを表している。旧称は、クリーカイオブアラスカ。アラスカンマラミュートの小型版犬種を作る目的で、作り出された。 1970年に作出が開始され、犬質強化のためにまずアラスカンマラミュートとシベリアンハスキーを交配させた。これによって生まれたハーフ犬をスキッパーキやアメリカンエスキモードッグと交配させて小型化し、1988年に完成した。なお、似たような作出過程を持つ犬種には、同国原産のミニチュアシベリアンハスキーがいるが、これは、 アラスカン・マラミュートの地が入っていない別の犬種である。クリーカイの犬種クラブは1995年に設立し、現在はほとんどがアメリカ国内で飼育されている。小さな体のためアパートやマンションに住んでいる人にも飼育されている。姿は北方のソリ引き犬の姿をとどめている。厚いショートコートは防寒性があり、毛色はホワイトにグレーやレッド。 ブラックなどのマスクやマーキングが入る。三角の立ち耳、ふさふさしたタレを持つ。スキッパー機の血も引いているため狩猟にも長けていて、ウサギやネズミ、ヘビを狩ることもできる。サイズ階級は、スタンダード、ミニチュア、トイの3つがあり、スタンダードは、体高38から 43cm、ミニチュアは、体高33から 37cm、トイは、 体高32センチメートル以下で、いずれも小型犬サイズである。性格は神経質で無駄吠えも多く、原産国のアメリカ合衆国では、歴史の新しい犬種であるにもかかわらず、飼育放棄された個体のレスキュークラブも存在する。ありがとうございます。